はい、笹原由美です。東京都出身です。前半は2アンダーでした。2アンダー素晴らしい。ありがとうございます。ただショットがちょっと今思うようにいってないので、ちょっと修正をかけながら後半もうちょっとバーディーチャンスつけてもっと伸ばせるように頑張りたいと思います。優勝狙って頑張ってください。はい、今2位タイ。あ、そうなんですね。はい、順位見てなかった。見てないの？見てなかった。はい、頑張ります。はるかちゃんと口聞かないのかと思った日傘で今ベラベラおしゃべりしてましたけど、はい、はい、よろしくお願いします。森本はるかです。北海道出身です。前半は4アンダーでした。とりあえず今トップなので、このまま後半も1ホール1ホール集中して頑張っていきたいと思います。バチバチ調子いいじゃない。他のところでも勝ったんでしょ、先週 ATP で。ここだったの？はい、おとといここで。いくつだったの？スコア7アンダーです。え、7アンダーで勝ったの？おお、すごいじゃない。もうアメリカ飛び越してあれだよな、日本で受かっちゃって来そうもないよね。あ、でも行きたいです、受かっても。そう、はい、はい、ということで、じゃあ後半優勝目指して頑張ってください。頑張ります。ユミちゃんと口聞かないでください。はい、行きます。松岡花です。千葉県出身です。前半は1オーバーでした。ちょっともったいないミスが前半目立ったので、後半はしっかりたくさんバーディー取れるように集中します。爆発してください。頑張ります。松澤奈美です。東京都出身です。前半は1オーバーでした。バーディーを取れているので、後半はアンダー目指して頑張ります。はい、爆発してください。頑張ります。ありがとうございます。10番ホールやってきました。マネーランキングトップ、フィーチャーズゴルフ、なおかつトーナメントリーダー4アンダー、はるか選手です。右、ご飯もお願いします。よいしょー、フェアウェイ左。スライスがかかりましたが、右ラフ、全く問題ありません。よろしくお願いします。ナイスショー、ど真ん中。10番ホール170ヤード上りなので、185から90ぐらいでしょうか。かなりフォローの風が吹いています。ということで180というところでしょうか。かなりフォローが吹いています。ちょっと低めに見に打ってしまいました。左グリーン左、森本春選手、ラフのディポットに入ってしまいました。少しボールが沈んでます。ディポットに入ってしまいました。です、ラッキーでした。松澤奈美選手、170ヤード程度か、風は止まりました。向かってまっすぐ飛んでいってますか。天気が怪しくなってきました。非常に涼しいです。松岡花選手、150ヤード、高低入れて150ヤード、お、筋いってる。ナイスショー選手、アンダーキーのリポット入りでしたが、3打
ダメで戻すことができるか。95ヤード右左にオンです。笹原由美選手、かなり左足下がりの難しいライです。止まるか、難しいショットでした。笹原由美選手バーディーパット、下り大きく曲がるスライスラインです。下りパーセンテージ 50% ぐらいですが、何かグリーンが遅いように感じます。サーバーパットなるか、惜しい。ドローがかかって正面の木の左側。逆にフェードがかかって木からフェアウェイ右へ、ナイスショットです。本田遥選手、さっきはアンラッキーのラフリボットでした。フェアウェイ真ん中、ドライバー使ってません。笹原選手もドライバー使ってません。よいしょ、木に向かってまっすぐフェアウェイです。木の右、ナイスショット。フェアウェイの真ん中、ナイスショットでした。ちょっと木が邪魔になってます。大きいギリギリのところ、ナイスショット。すごいギリギリ狙ってったね。ラフから第2打目。ナイスショット。フェアウェイ。ナイスショット。笹原由美選手、11番パー5、3打目91ヤード、バーディーチャンスにつけられるか。ナイスショット。いいね。森友と原田選手、60ヤード。さあバウンスバックなるか。おお、ナイスショット。松田奈美選手、150ヤード。ナイスショット。ちょっと勝った、ほとんどツーオン。ナイスショット。ありがとうございます。
約20ヤード上りのアプローチです。これかれ、これかれ、入るか、入るか、おー、惜しい、惜しいナイスバーディーでした。ナイスバーディー。まずは波選手、約1メートル50センチ下りのフックラインです。フック具合を読み切れるか。ストレートでした。朝原由美選手ということはこれもストレートライン。うん、ナイスバーディー。森本遥選手、ナイスバーディー、バウンスバック、ナイスバウンスバック。ナイスパー。12番パー3、168ヤード。アドレスがちょっと左を見ていました。バンカー右ラフです。ファーストカットもセカンドカットも外れてしまいました。おお、筋ってる。ナイスオン。あー、ちょっとショートだ。お、筋ってる。おー、ナイスショー。ちょっと沈んでます。約15ヤード。約7、80センチ、ナイスショットでした。さあ、はるか選手、しのげるか。10ヤード。ふわっと上げたがちょっとショートしてしまいました。難しいアプローチだ。難しいアプローチでした。さあ、園原選手は入れたいアプローチです。ナイスパー。出るか。ナイスバーディー。遥か選手、しのげるか。かなり難しいフックライン。ナイスセーブ。ボギーとしてなりました。残念、ボギーです。